ET50 型は東ドイツのベルダウ車両工場人民公社で1950年から1953年まで製造された路面電車用車両。機関車、客貨車製造人民公社連合体の生産計画に基づき導入された車両で、翌1954年から1956年まで、 豪太車両製造人民公社で製造された ET54 型とまとめてローア型と呼ぶ場合もある。第二次世界大戦終結後、ソビエト連邦が占領したドイツの地域では、資材の割り当てを受けた各地の工場で、戦争の被害を受けた車両の部品を用いた、戦災復旧車の製造が実施された。だが、各工場の生産性低下もあって、生産数は限られており、 導入は戦争で壊滅的な被害を受けた都市にのみに限られた。これら以外の都市へ向けた標準型路面電車の導入計画の指導は1948年の東ドイツ成立後となり、国営企業体の機関車、客貨車製造人民公社連合体の一員であり、当時最も生産力が高かったベルダウ、車両工場人民公社で製造が行われることとなった。 そして1950年から導入が始まったのが、電動車の ET50 型と付随車の EB50 系である。主要構造は、第二次世界大戦前から検討されていた路面電車車両の設計をもとにしており、電動車に2機搭載された出力6 0ットの電動機から多段カムシャフトを介して動力が伝達される構造となっていた。標準機向けの車両は、 ディスクブレーキが備わっていた一方、凶気は運転台での操作により直接制動がかかる手ブレーキが使用された。台車は電動車、付随車どもに二軸台車を用いた。車体はライプツィシデンに導入された車両を除き、両運転台車両で外側に膨らんだ形状を持つ車体は、側面の一部や天井部に木材を用いた半構性を採用した。 だがそれにより製造から数年で、車体中央下部の歪みが多数生じる事態となった。車内には22人分の座席が設置され、電動車の運転台はガラス張りの壁により、客室と分けられていた。製造当初の乗降扉は、手動式であった。1953年をもって、ベルダウ車両工場が自動車製造工場へ移行した、ため、 1954年以降は、豪太車両製造人民公社によって生産が続行された。その際に、車体の歪み防止のため車体側面がすべて構成に変更され、形式名も ET54 型、EB54 型に改められている。導入した都市によって、ET50 型や ET54 型には、以下のような独自の形式名が付けられる場合があった。 1950年ベルリン市電、ハレ市電、ポツダム市電に導入された車両を皮切りに製造が始まり、翌1951年からは東ドイツの各都市に加え、ポーランドワルシャワ市電への輸出も開始された。1954年からは前日の通り製造が豪多車両製造に移行し、同年以降はソビエト連邦各地の路面電車への輸出も実施された。 最終的に1956年までに ET50、EB50 系及び ET54、EB54 型合わせて691両の製造が行われ、以降の増備は設計を変更したゴータカーと呼ばれる車両組へ移行した。その後は各地の都市で乗降扉の自動化や非常ブレーキの搭載などの近代化工事が施行され、 ポツダム市電やドレス電市電など車庫に併設された自社工場で改造が実施された車両も存在した。また一部都市では電動車の付随車化も行われた。1960年代以降はゴータカーに加え、チェコスロバキアの KD タトラが製造したタトラカーの導入が進んだことで廃車が進んだが、大都市から中小都市への移籍も並行して実施され、 1990年のドイツ最統一時点でもブランデンブルク市電、ロストック市電、ゲーラ市電など各都市での使用が行われていた。その後1993年までにこれらの車両は引退したが2004年にナウムブルク市電に譲渡された元ハレ市電の車両が胴体復元され2019年現在も継続して定期運転に使用されている。 1951年にライプツ比で開催された展示会三軸車やボギー車も出展された二軸車の ET50、EB50 型をもとにベルダウ車両工場人民公社では三軸車やボギー車も製造されたが、双方とも試作のみに終わり、不具合や設計上の欠陥により使用も短期間に限られた。ありがとうございます。